三国通乱図説。三国通乱図説。三国通乱図説は、天明五年、1785年、林紙兵により書かれた江戸時代の地理書、形成書。日本に隣接する三国、朝鮮、琉球、江戸と付近の島々についての風俗などを、差し絵入れで解説した書物とその地図5枚からなる。は、三国通手図。 縦 76.5cm 横 53.5cm 琉球全図縦 76.5cm 横 53.5cm 無人島の図縦 66.4cm 横 26.6cm 朝鮮国全図縦 76.5cm 横 53.5cm 江戸国全図 縦 97.0cm 横 53.5cm からなるが、地図の正確性は乏しく、特に、本州、四国、九州以外の遠方で、測量の難い地域はかなり図算に描かれている。なお、日本地図のみでは、当時すでに、長久保石水による、軽緯度線が入ったかなり正確な地図、海正に本位予知露呈全図が普及していた。林紙幣の女と、 桂川補修の序がある。大書に、国事に預かる、物地理を知らざるときは、知覧に望みて失うあり、兵士を下げて、性伐をこととする、物地理を知らざるときは、暗記の場に失うあ、とあり、地図の正確性より鎖国中であった日本が、近隣の国などについて知ることに重点が置かれている。外国からの圧力を予感した先見的な書としての意義は大きい。 同じ林紙兵の著書、海国兵団が海外の国から日本を守るための軍備の必要性を、説いた本であったため、松平定信に疎まれ、完成の改革時に、発禁、反疑募集の処分となった。この時、同時に、三国通乱図説も、発禁処分とされた。しかし、この、三国通乱図説は、その後、桂川補修によって、長崎から、 オランダ、ドイツへと渡り、ロシアで、ヨーロッパの、核言語に翻訳された。1872年に、ドイツ人の東洋学者、ユリウス・ハインリヒ・クラプロート、ハインリヒ・クラープロートによってフランス語に翻訳された。京都大学附属図書館の谷村文庫には、三国通乱図説、のついず、琉球三章並び三十六等の図の江戸時代の、 彩色写本2種類が所蔵されている。そのうち公種では日本は青緑色、琉球は赤茶色に中国本土と尖閣諸島は薄茶色、台湾と方向は黄色に塗り分けてあり、もう一つの乙種では日本は緑色、琉球を黄色に中国本土と尖閣諸島は桜色、台湾はネズミ色に塗り分けてある。竹島や対馬や尖閣諸島の領有権において、 韓国や中国から自国の領土である証拠として、三国通乱図説が取り上げられているものの、日本の研究者らによって反証がなされている。現在、中国では、三国通乱図説のツ図、琉球三章並び三十六島の図において、中国本土と尖閣諸島が同じ色で描かれていることから、中国領であることの根拠の一つとしている。しかし、尖閣諸島、 長魚、大と台湾は異なる色で彩色されており、中国政府の台湾の付属当初という公式見解と一致しない。また、台湾島内に記載された台湾県、諸羅県、大鳥山形は、台湾の福建省に属する公式の行政府で、ありながら、大陸側と台湾で彩色が異なり、色分けと領土との関係性は、必ずしも一致ないしないことを示している。 日本の歴史学者で作家の井上清は、著書、尖閣列島長魚諸島の指摘解明において、長魚台などの島々が、中国大陸と同じ桜色で彩色されている、ことから、当時から、長魚諸島は、中国領であったと主張しているが、この井上説については、浦野清、竜祖長、直左海吉らによる反論がある。現在、韓国では、 三国通乱予知路帝前図に描かれている、竹島、当時の移領島の日本名の北東に隣接した南北に長い小島が、現在の竹島、韓国名、独島であるとしている。移領島の横には、朝鮮の持ちなりと記され、移領と共にこの小島も朝鮮半島と同じ色で、再色されていることから、日本は、この当時から朝鮮領であったことを認めていると主張している。 また、三国ツーランズ説のドイツ語版もしくは、フランス語版が、ペリー提督との小笠原諸島領有における、日米交渉において、同時の日本国領有権保持を示す、各たる証拠として、効力を発揮したと、この地図は領土を確認する公式なものであったと、主張している。日本では、竹島、移領島の北東に描かれている島は、その位置や形状から見て、蓄書であり、 現在の竹島ではないとしている。また、ペリーが日本での幕府との交渉で小笠原諸島を要求したという記録は日本にも、米国にも残されておらず、三国通乱予知露呈全図が小笠原諸島領有における日米交渉に使われたという話は、河北新報に掲載された林紙兵を題材とする新聞小説が元であるとされる若松正氏。 小笠原諸島の領有と、林氏兵恩人説の展開、日本史、研究536万2千7 4 P103。日本から韓国に帰化した、清掃大学教授の保坂裕二は、移領島の北東に隣接した、この小島が、現在の竹島、独島であるとしている。その理由は、林氏兵がこの地図の日本の部分を描く木は、 長久保石水の日本地図を参考にしたとしている。保坂は長久保石水の日本地図には、竹島、移領島と松島、現在の竹島がさし入れているものの、わずかに描かれている朝鮮半島の一部と同様にこの二島も彩色がされていない版があることから、朝鮮領であるとしている。日本ではまた、三国通乱予知路定前図にある、 朝鮮の持ちなりとの記述は1711年に、牧釈省が提出した、移領島図形の系統を引くものであるとする。また、竹島、移領島の下には、この島より、因州を持ち、朝鮮をも剣ると記された、もう一つの吹きがある。これは、長久保積水の、日本予知露呈前図の竹島、移領島にも書かれている文と同じで、 この文言はさらに、斎藤豊仙の、印象市長号機からの引用文である。日本予知露呈禅図の松島は、竹島、移領島より、かなり南に離れて描かれており、三国通乱予知露呈禅図に、林士兵が、朝鮮の持ちなりと中記したのは、移領島だけを対象にしていたと考えられる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。